はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。今回茨城県つくばみらい市の熊田屋さんにお邪魔したんですけども、とっても美味しかったです。家系ラーメンのお店なんですけど、ズルズルでおなじみすする TV さんも訪れたことがあるお店です。もし茨城県に遊びに来る際にはぜひ訪れてみてください。それと卓上調味料を使ったおすすめの食べ方が